くつみふさこは、日本の社会運動家、社会主義者。日本最初の社会主義女性団体、赤蘭会の創設者の一人。女性として、初めて治安維持法により服役し、ゾルゲ事件にも連座して、再度入国した、岡山市みの町に生まれる。くつみ家は、備前勝山藩、三浦家の血筋につながる、ハンガロの家柄で、父、またおは、婿養子。 ふさこ3歳の時に、父が離縁されて、祖母の春、母の歌との3人の生活になる。整形は、岡山医学専門学校三馬看護婦養成所を、出ていた歌が三馬として稼ぎ、仏教徒で二刀流剣術や柔術など武芸に長じた、武士階級出身だった春と共に、ふさこを育てた。やがてカトリック教会の付属幼稚園に入るが、ふさこが赤痢で重篤になった際に、 天国に行けるよう受選を進める、フランス人修道場、春が自分は極楽に行くつもりだからそうはさせぬと拒絶して、幼稚園も移ることになった。だが、幼少期に接したキリスト教の影響は大きく、ふさこは、後年、思想を培った土壌を問われて、まず第一に、クリスト教ですねと返答している。岡山市販学校付属小学校から、 県立岡山高等女学校に進む。女学校在籍中に自宅に同居した医学生から酒井敏彦が翻訳したエドワード・ベラミーの100年後の新社会などを借りて読み、社会主義思想に親しむようになる。この医学生が岡山にあった被差別部落を支援救済する活動にも同行した。また、自宅から至近距離に成果のあった 福田英子にも強い関心を抱いた。16歳の1906年11月に、岡山の社会主義者、グループ、いろはクラブ主催によるザマシスイの講演を聞き、東京の山川一氏を知る。ふさこは、山川が勤務する薬丼や、林厳十郎商店の支店などに、下級生二人と、 足しげく通って話を聞き、山川から今こそ我々は力を中央に集中して働かねばならないと言われたことを契機に状況を決意する。また、母が第六高等学校の学生との養子縁組の話を進めようとしていたが、相手が社会主義を嫌っておりこれに同意できなかったことも一因となった。ふさこは福田栄子を頼ることとし、 女学校の一級場だった下山梅野に紹介状を書いてもらった。12月中旬、登校するふりをして単身岡山を出発し、大阪駅で山川と合流する形で上京する。東京では、角のはずにあった福田栄子の自宅に住み込みを許される。世界婦人発行の原稿取りや構成、福田家の家事手伝いをしながら、石川三四郎、荒畑高村、 かのすがら社会主義者の人柄に接する。翌1907年1月に、郷里の女学校の教師が上京して、帰郷を説得したが応じず、3月25日に父が死去すると、葬儀出席のため4ヶ月ぶりに実家に戻った。以後、草子は福田と会うことはなく、接触を図った形跡もない。これに関しては、福田が好意を抱いていた。 石川三四郎とふさ子の関係を疑い、帰郷を機にふさ子を遠ざけた胸の推論を斉藤恵子は記している。帰郷後は母と二人暮らしとなり、密かにいろはクラブのメンバーと会ったりしたが、要監視人物、特別工報用視察人として18歳にして尾行を受ける身となる。1910年に起きた高徳事件で社会主義運動が大きく弾圧される中、 ふさこは1911年に停止した森地下運平の家まで悔やみにも出向いた。同年9月に母、歌が死去する。親戚のもとに預けられたが、常時美行がついて回るふさこの身の振り方には、親戚も困惑し、アメリカ在住の青年との縁談を持ちかける。ふさこは、社会主義思想を堅持する一方、職もなかった。結局、はとこの一人の紹介により、 1912年、勝山出身で内村鑑三の教えを受け、大阪府で布教活動をしていた高田修造のもとに向かった。高田は当時、当園の西田天皇との信仰から仏教的な要素を布教活動に持ち込み、正当なキリスト教からの逸脱を嫌った妻が家を出た状況にあった。1913年に房子は高田と結婚するが、高田は 妻との婚姻関係はそのままだったため、内縁であった。結婚当初は、中ごう郡軍に暮らし、後に、高田の支援者から、持ち家の提供を受け、兵庫県向こう郡住吉村に移る。房子は火事の他に、高田が発行していた、新聞、村落通信の発行、正版、印刷、発送も手伝った。村落通信の読者には、中里海山。 出口鬼三郎ら著名人がおり、その来訪を受けることもあった。また、少年時代の高田博厚も、読者で、ふさことは長く、信仰を持つことになる。1914年に、長女、一等し、1916年に、次女、自由子を設ける。だが、支援者が病を得て戻ったことで借屋を出た。忖度通信の経営が苦しくなると1917年に、 印刷機を売却。一家は1918年に東京の菅も村池袋に転居した。村落通信を再開したものの、この時期から高田は放浪に出て長く帰らないようになる。ふさは松屋五福店に勤め、高田不在の間に職場に近い家に転居したが、戻ってきた高田に、 女は夫を天として服従すべきとなじられたのに、対し少しは生活のことを手伝ってほしいと返した。これに、高田が、お前は本来社会主義者なのだから、亭主に生活費を要求する前に雇い主に要求すべきと応じた。高田には愛人もできており、ふさこは離別を決意する。1920年に離婚し、二人の娘は、 当初高田が引き取ったが、間もなくふさ子の元に戻された。ふさ子の寄宿先の家には、高津正道、高関吉志ら赤月民会関係者も来訪した。ふさ子も赤月民会事務所であった、高津の自宅によく訪問した。坂井敏彦の依頼を受けた、高関義と、三田村史郎から、非合法、秘密出版の共産党宣言の筆行を請け負い、これを機にふさ子は、 再度、本格的に、社会主義運動に加わる。転居を重ね、巣鴨で、三田村史郎及びその兄の一家が暮らす家に同居し、その頃は、大杉久志の労働運動者で働いた。1921年の命令参加を目指し、山川の妻、菊江屋堺の娘、マガララが中心となって、日本最初の社会主義女性団体を結成するに、当たって、 ふさこもこれに加わり、世話人の一人となって、積乱会という名前を付けている。命令に向けて、積乱会の同志が4月29日に潜媒局の門前デビラを配ろうとして警察に検索された際には、証人として検事局に呼ばれる。労働運動者から出向こうとすると多すぎに、ああいうところへ行ったら、知らないと、忘れたという以外に行ってはダメだ。 なんとか取り繕おうとするとボロが出るから、知らない、忘れたと、それだけでいいんだよと言葉をかけられ、それをその後も決して忘れなかったという。メーデー当日は、同志と共にデモに参加して検挙された。後年の聞き取りに、これが日本で女が最初に参加したメーデですと述べている。赤蘭会はその後も活動を続けたが、ふさこは、 三田村との子供を宿したことから夏頃に活動を離脱して当時大阪に住んでいた三田村のもとに赴むいた。三田村は三田村で社会主義運動に傾倒するあまり、それを嫌った妻が子供を置いて家を出ていた。一方、赤乱会は11月の赤月民共産党事件に絡んで主だったメンバーが検索されたことで自然消滅する。ふさこは三田村の娘を 面識のあった出口鬼三郎のもとに預け、男児を出産したがこの子供は一切を迎えずに消化不良で創生した。なお、三田村とも正式な婚姻は届けなかった。ふさこは印刷会社で文専工として働きながら組合活動を始め、印刷労働組合を結成して加入した日本労働総同盟では大阪連合婦人部部長として葬儀支援にも携わった。 房子は、大杉の影響で、アナキズム支持だったが、この時期に、ボルシェビーズムに移った。1923年秋、労働者の三次調節運動の相談で三田村と、共に、山本信春と会い、チ遇を得る。この時、山本の文化生だった、安田徳太郎とも知り合い、その後も長く、信仰を持った。三次調節運動には、ふさ自身も関わったが、 1924年3月の総同盟全国大会で3次制限に組合で取り組むという議案が提出された際には労働運動と3次調整運動の方向性の違いを理由にこれに反対しその後雑誌に自らの反対理由を労働運動とは別個の意義を持って進められるべきと説明する記事を寄稿した4月に総同盟が分裂すると三田村ともに 日本道道組合評議会に加わる。大阪評議会婦人部長を務め、評議会総本部への婦人部設置を求めるが、実現しなかった。ふさこは、運動に従事する一方で家事と育児も担った。1926年春に、浜松市の日本楽器葬儀の支援に、三田村らと加わる際は、一等市を、堺まがらに、自由市を、大阪市内でそれぞれ預けた。 これ以外にも、家庭の都合で転居を重ね、娘たちが小学校の卒業証書も受け取れなかったことを後年、迷惑をかけたと実会している。1926年12月に、三田村が第二次共産党に入党すると、房子は、評議会を離れて、三田村の支援に回り、自由氏は、全部の高田に、一等氏は、鍋山さだちの妻、宇多子に預け、 1927年に三田村と共に再度上京した。東京では三田村が共産党の非合法活動を行い、草子は三田村と共に地下生活を送った。間もなく一等氏を呼び寄せたが、一等氏は三田村から自身も含めて架空の名前や親族関係を称するように命じられる。東京では活動の秘匿のために再び転居を繰り返した後、 1928年1月に北海道の組織担当となった三田村を追う形で一等市と共に札幌市に移った。札幌では帰還し北海道労働者の発行を一等市と共に手伝い自宅で開かれる三田村と同士の会合にも顔を出した。しかし4月に3.15事件の余波で一等市と共に逮捕される。一等市は拘束の間、 わざとふさこに聞こえる場所で拷問を受けたといい、40日を経て釈放された。ふさこも厳しく拷問されたが、自供はせず、女性初の治安維持法適用により、懲役4年の判決を受け控訴するも、1929年12月に帰却されると札幌刑務所で服役した。1933年6月24日に、刑期満了で出所したふさこは直ちに上京する。 服役中に、三田村が九百二十九年の四点一六事件で逮捕されており、まだ獄中にあった。ふさこの帰郷の約二週間前に、佐野学と鍋山育ち川、いわゆる天候声明を発表していた。市ヶ谷刑務所でふさこの面会を受けた三田村は、共産党の組合指導の誤りと、日本の現状に即した戦術の必要性を語り、ふさ子はその内容を、 改造に、極葬にて、三田村四郎は各語るというタイトルで発表する。だが、それにより三田村は、裏切り者扱いを受け、党関係者からの支援を受けられなくなった。ふさこは、安田徳太郎に、生活の支援を受けながら、天候服役、出国者の世話に取り組んだ。三田村の再審も支援し、一審より減刑されたものの景気満了後も、 予防抗菌により敗戦まで拘束を受けた。1936年、高倉明から宮城与徳の情報収集支援を依頼される。宮城をコミンテルンの人間と紹介されたふさこは、コミンテルンに異論はあっても、世界唯一の社会主義国ソ連を守り、日本との戦争を防ぐという考えで同意した。ふさこは、北海道で三田村と運動に参加した。 山名正美を宮城に紹介した。宮城は、ふさ子と情報収集という理由だけでなくしばしばあい、おばさんと呼んでしたった。だが、宮城は1941年10月にゾルゲ事件で逮捕され、姿を消した宮城の自宅を見に行ったところを、ふさ子も逮捕される。取り調べに対してふさ子は、存じませんだけで当時、宮城の供述調書を見せられ、 こんなにみんなわかっているんだから、今さら隠してもしようがないと言われても黙秘した。ただ、警察官から赤軍第四部の仕事と告げられたことには衝撃を受け、後年、私もコミンテルンの命令を史上命令へと思ってやってきましたが、今日になって思えば、ソ連の国家的エゴイズムがあると思います。それで、自分たちのやったことが、どれだけの値打ちがあるのか、わからないのですと実感した。 ふさこは、懲役8年の実刑判決を受け、和歌山刑務所で服役した。山根徳太郎や、ふさこの家に出入りして、宮城と信仰を持った、田口右元太も連座して逮捕され、共に有罪判決を下されている。和歌山刑務所では、ふさこの名を聞き知っていた、服役衆の山城どもへと知り合い、その後もふさこが死没するまで交友を保った。また、ふさこの独房から、 斜め向かいの房に、やはり、ゾルゲ事件で逮捕された、北林友が収容されていた。房子は、図書譜をしていた山城に北林への図書差し入れを依頼したが、クリスチャンの北林は、聖書以外は拒絶したという。北林は、健康を害して1945年1月に仮出所し、間もなく死去した。終戦後に、三田村は釈放される。 ふさこもまた1945年10月に連合国最高司令官による思想犯釈放命令を受け弁護士から乗車券が送られてから出所、帰郷して三田村と再会する。戦後再建された日本共産党から1946年の第22回衆議院議員総選挙に立候補するよう勧誘を受けるもふさこはこれを断った。ゾルゲ事件により スパイと呼ばれることは受け入れる覚悟だったが、それで共産党に迷惑をかけるべきではないと考えたからである。一方、戦前に指導者だった三田村は天候の責任を問われて、共産党には復党できず、民主人民戦線や日本労働組合会議などの組織に加わり、1950年からは民主社会主義連盟に参加して反共労働運動を指揮、推進した。 再び生活を共にしたふさこは、三田村の経営する印刷所の仕事をこなし、家事を切り盛りして一時は、自由と孫、三田村の老い、三田村の娘と孫などを同居させた。三田村と別の女性との間に、子供ができたりしても、家庭生活を続けるふさこの境遇は、三田村の反響的運動と相まって、ふさこを知る人からは哀れみを持って見られた。1964年に、 三田村が死去すると、小平霊園に墓を建てて、供養に通った。一方、自身の墓所は、靴見家のこちである勝山と決めていた。1979年に、立川市の老人ホームに入所し、翌年のお一血で倒れて一週間後に、病院で死去した。勝山の安陽寺にある墓碑は、山城どもへの記号によるものである。若くして、社会主義。 労働運動に身を投じたことから、運動に携わった時代には、新聞でも名を挙げられ、1923年に、郷里の岡山県で起きた、藤田農場小作葬儀の応援に、大阪から赴いた、際の大阪朝日新聞記事には、とにかく大阪では一番しっかりした女と評して、良かろうという表が記されている。山部健太郎は労働運動時代のふさこについて、 くつみさんはそういう仕事はできない人だった。おばさんみたいでふんわりしていて、なんとなく人望があって、三田村くんを随分和らげていますね。当時は婦人の活動家というのが少ないでしょう。中心にはなるけど、リーダーにはならない。くつみさんは品のいい人だった。みんなから慕われていた。これという特別の活動はやらなかったと思います。と述べている。 この時代について、ふさこ自身は、当時の女は活動するとか、名をあげるとか言うのでなく、みんな、男を支える役割に甘んじていたわけですと語り、小宮山富江は、大阪時代のくつみさんは、私の目には先頭に立って、何かをしてゆくというタイプには見えませんでした。子供二人を抱え、三田村さんの世話をしていたのだから、当たり前でしょうね。今思えば、そんなくつみさんの身になって、 もっと力を貸してあげなかったのは何という気の利かないことだろうと悔やんでいます。と話した。房子は著書を残さず、また戦後はわずかな例外を除いて沈黙を守り、聞き書きも要因には公表を許さなかった。房子の表伝を表した斎藤慶子は、房子は行動的だが控えめで恥じらいを持っていた。自分がやったのだと言い募ることはしない。 二度も投獄されてもめげず戦ったが、その奥ゆかしさが忘れられた原因なのかもしれない。投票している。代表執筆者の姓の五十音順。出版年順。ありがとうございます。